ジョージ・ヒッチコック、ジョージ・ジェプース・サ・シャノン・ジョージ・ヒッチコックは、アメリカ合衆国生まれの画家である。ヨーロッパ、特にオランダで活動した。ロード・アイランド州のプロビデンスで生まれた。はじめ、ブラウン大学、ハーバード法律学校で法律を学び、シカゴでしばらく法律家として働いた後、仕事に満足できず1879年に画家となることに決めた。はじめに、 ロンドンに渡り、その後パリの私立美術学校、アカデミー・ジュリアンで、ギュスターブ・ブーランジェや、ジュール・ジョゼフ・ル・フェーブルに学んだ。その後、ドイツのデュッセルドルフ美術アカデミーで学んだ後、1880年から、オランダのデンハーグで、ヘンドリック・ウィレム・メスダフに学んだ。1883年に、オランダの港町エグモントアーン・アンデン夫婦に妻と、住み着いた。 1884年にサロンドパリで金賞を受賞し、国際的に評価を高め、エグモントの家には、オーストリア皇后エリーザベトが絵を購入するために訪れた。ヨーロッパ各国を旅し、ヨーロッパの各都市で展覧会を開いた。1890年から夏の間、エグモントアーンデン税で美術学校を開き、1893年からシャロンバーグの屋敷で、 夏の学校を開き、この学校はヒッチコックがパリに移る1905年まで続き、多くの外国の画家たちを集めた。ここで学んだ画家には、アメリカ生まれの有名な絵本画家、フローレンス・ケート・アップトンや、オランダの女性画家、タデマグル・ネフェルトラがいた。ヒッチコックは、明るい陽光の中のオランダの花畑や、オランダの少女、宗教的な題材を描いた。 晩年は作品を売るために定期的にアメリカに戻った。ニューヨークのナショナルアカデミー・オブ・デザインやウィーン・美術アカデミーの会員に選ばれ、フランスからレジオン・ドヌール勲章、オーストリアからフランツ・ヨーゼフ・騎士勲章を受勲した。1913年にマーグエンで没した後忘れられた画家となっていたが、2000年代後半にオランダの研究家ピーター・バンデンベルクが 著書、デューイットディジングファンヘッドリフトで紹介し、ヒッチコックとエグモントに集まった画家たちが再評価された。ありがとうございます。